REG。2014年4月15日13時55分。友人追加リクエスト。ゲーカーなつみさん、はじめまして。プロフィール拝見させていただきました音符。よかったらマイミクよろしくお願いします。ピースケ。2014年10月4日19時30分。はじめまして。ゲーカーなつみさん、はじめまして。年が近かったのでメッセしました。一つ一つの出会いを大切にしています。迷惑じゃなければ返信いただけると喜びます。親方、2014年12月1日19時26分。マイミク追加リクエスト。こんばんは、親方です。の。プロフィール拝見しました。もし、よろしければお願いします。S。2015年1月20日9時43分。はじめまして。メッセできますか？あの子。2015年3月14日5時55分。はじめまして。はじめまして。鈴木と申します。新しい友達を作ろうと思い、メッセージしました。よかったら、気軽にお茶でもしましょう。北海道から上京してきて何年になりますか？よろしくお願いします。ハリス。2015年5月29日18時57分。はじめまして。ゲーカーなつみさん。ハリスと申します。少しお話してみたいと思いました。ゲーカーなつみさんがよければ、よろしくお願いします。そうそう。2015年6月15日13時20分。今上京してどのくらいですか？ゲーカーなつみさん。まだ1年程度です。はじめまして。ぜひ仲良くしてください。ゲーカーなつみさんのプロフィール拝見しました。2016年4月ゲーカーなつみさんがよければお話できたら嬉しいです。はじめまして。こんにちは。よろしくお願いします。ダールズトークで友達探しています。社員、2015年8月7日14時44分、はじめまして、名古屋から上京した新規で言います。こっちでも同年代の友達が欲しいなと思ってメッセしてみました。よかったらよろしくお願いします。と、今日はお仕事ですか？おじおじ。2015年10月21日8時19分、プロフがインパクトありますね。マスタングと申します。仲良くなりたいのでメッセージさせていただきました。今後何かつながりが持てたらなと思っております。僕のページに興味を持ってもらえましたら、ぜひご返信ください。ではでは、よろしくお願いします。ロイ、2015年11月13日20時53分。はじめまして。久しぶりにミクシー再開しました。よかったら仲良くしてください。カズ、2015年11月25日19時43分。友達作りを応援するコミュデソンプ。こんにちは、ゲーカーなつみさん。友達作ろう永遠っていうコミュのお知らせです。新しいことしてみよっか。なあ、みんなでワイワイしたい。で、人にはおすすめ永遠永遠。世界ってどんな感じだろうとか興味があったら参加してみてください。ゆきよこ、2015年11月25日23時25分。はじめまして、やきさんかずのプロフィール見てきましたもん。北海道出身なんですね。僕は長野出身です。全然経済上京してから今年に友達が少ないのでよかったら友達になりたいと思って。メッセージを送ってみました。アステリスク青は小学校からずっと野球やっていて青春は野球に捧げました。 WSW 北海道からどうして上京してきたのですか？よかったら教えてください。風が強くよろしくお願いします。僕は得意ではないんですけど。2015年12月3日19時25分はじめまして。はじめまして。お好きと申します。奇跡的に今更ミクシーもらいましたってことで何かを追い求めてメッセしました。北海道出身で都内に住んでるんですね。何きっかけで都内に住んでるんですか？よろしくお願いします。よかったら仲良くしてください。2015年12月21日20時42分。こんにちは。
はじめまして、2017年4月11日0時ラウンドから都内に上場し、今は都内で仕事をしています。突然のメッセージ、社外でも多くの人と関わり、お互いの世界を広げたいと思っています。もしよろしければ、メッセージのやり取りやお話できたらいいなと思います。よろしくお願いします。ソレイケカズくん、2015年12月25日7時2分、どうもです。よろしく。はじめまして。今年仕事で上京してきました。同じ実家から離れた者同士仲良く出かそうと思ったのでメッセしました。仲良くやり取り今関東に来てどのくらいですか。自分はまだ8ヶ月程度で友達もまだ少ないです。ぜひ仲良くしてください。最近リンくん、2016年1月4日7時4分。はじめまして。話ができるよ。大阪から出てきてなかなか東京に馴染めなかったので勇気出してメッセージしてみました。よかったら仲良くなれたら嬉しいです。趣味はスポーツ全般とサーフィンとスノボーです。大なりイコールラブラショーなりイコール趣味の幅は広いので趣味が合えばなお嬉しいです。大なりイコールラブラショーなりイコール3月14日よかったらいろいろ話しませんか。はじめまして。2016年1月6日14時44分生まれる女性はじめまして。普段と違う友達ができればと思ってます。仲良くなったら飲みに行ったりできればと思います。4月に北海道出身だったのでメッセージしてみました。2017年3月22日どこかおすすめな場所料理とかありますか。大なりイコールラブラショーなり2017年9月ご指名でください。僕は上京してきて3年目に入りました。ゴーラフ2016年3月10日21時ご利用してから初めまして星友達が仲良くなれたらいいなと思ってメッセージ送らせてもらいました。よかったら返事ください。マンボウ2016年3月30日17時13分を送らせてもらいました。初めまして。あのご飯が大好きなのでもう4月になるというのに朝晩は寒い日が続いてますね。僕は夏が好きなので夏好きの方と話したくてメッセージしました。来週しますか。毎年夏はするとか今年の夏はしたいとかありますか。僕は毎年犬を連れてビーチを走り回ったり休憩してギンギンのビール飲んだりします。 WWミクシーを通じて仲良くなってリアルなお友達にもなれたら嬉しいです。逆参加いきなりのメッセすみません。2017年4月7日17時46分初めまして。初めまして。香川県から上京に憧れてそれだけで引っ越してきました。アクセプラメーションに上京してやっと仕事とも何も落ち着いたかなって感じでこっちに友達があまりないので休みの日とか遊んだり飲みに行ったり気軽にできる友達が欲しいなと思ってメッセしました。よかったらですが仲良くしてください。あ、お休みの方は何をされてるんですか。2017年6月16日16分お疲れ様です。またミクシーが初めて上京された方が思いメッセさせてもらいました。僕は上京してきて3年目に入りました。発表者同士ぜひ仲良くしてください。今上京してきて何年目ですか。コンタ・ソウスケ2016年9月10日0時49分最強の自由人と言います。はじめまして。ナトウミさんがエクスクラメーションにソウスケって言いますよ。ふざけたプロフィールになってますが寛容な方だと嬉しいです。1000円 W 北海道めっちゃ良いですよね。友達がよくお土産くれますの東京歴は長いんですが自由に行きたい縛られることが大嫌いかけずそんな自分は現状に不満があって脱サラしました。もし同じような考えだったら嬉しかったり W現在はパソコン関係、自宅が職場です。いろんなお話できたらいいなって思います。普段は何されてますか。ナチョさん。2016年11月17日18時2分はじめましてアクスクラメーション東京に来たナチョスですバックスラッシュ青は同じ状況仲間欲しくてメッセしました。最近はおしゃれ目指して東京で歩いてます。休みの日とか今一人暮らしですがベルベル2017年1月19日0時6分青は初めまして。
プロフを見てメッセしました。よかったら仲良くしてくれませんか。軍曹2017年1月28日0時15分はじめまして。東京で新しい友達作りたくてメールしました。よければ少しお話ししませんか。立派なお花の王よろしくお願いします。2017年2月13日22時25分こんにちは。はじめまして。画像に思わず一目惚れをして二度見してし思わず目線をしております。仕事は自分で不動産賃貸業、リユース買取販売業、株式投資業をしている商売人です。好きな歌手や将来は法人化にして社長になる男。よかったらほんの少し5分だけメッセしませんか。ダブル引用ヒメアジェネコヨガシツカ16時12分2017年3月10日13時55分はじめまして。アクスクラメーションにアクスクラメーションに DJ アゲンコヨメッセージすみません。なんか話が合いそうな感じがしたから連絡してみました。休みの日は普段はあんまり自分からは行かないんだけど、こういう場所だし絶対だから仲良くなりたいわねえねえと出かける時は買い物したり、ボノボノ2017年3月19日15時23分はじめまして。永遠おいしいもの食べたイボのボノです。バツスラッシュアオはすみません。プロフ見て僕と同じ状況してきた方かなと思いメッセしました。東京に限らず関東でおいしいご飯屋さん散策してるのでおすすめとかも話せたら嬉しいです。こっち来て外食増えましたか。ユーリー2017年4月5日18時16分はじめまして。客層でよく東京に来ます。社会人になってから交友関係狭くなっていて友達と呼べる出会いもなく慣れが出かけになって仲良くなれたらなと思ってメッセを送らせてもらいました。良平ゼロならよかったら返信くださいまして。マジでそして2017年4月26日22時2分突然のメッセージ失礼いたしました。純粋に友達の幅を広げたく、良ければ仲良くしてください。交友関係が狭いので、ご飯買いたくしてるので、買いたく友達になってくれると嬉しいです。ダブル引用せたが、2017年5月16日11時52分、話していまし て, はじめまして、遠隔からたどり着いたら34、いろんな友達に探す連絡し始めてみて、年も近いし気になったけだからメッセージしました。仲良くなれたら嬉しいです。逆三角の夜が来たらお返事待ってます。よかったら仲良くしてくださいよろしくね。はやとぴ2017年7月22日19時1分会社員はじめまして。夏美さん、よかったら仲良くしてくださいね。仕事は女性社会で頑張ってます。そう、経歴はプロフィールに書いてあります。普段の休みは何してるんですか。簡単です。2017年2月5日20時33分毎日追加リクエスト。はじめまして、中野区在住の29歳です。プロフ拝見して申請しました。今年東京へ来たばかりです。プロフ見てよかったら仲良くしてください。キラキラ2017年9月17日13時12分、アパレル関係の仕事を始めまして。最近またミクシーが始めて女友達が欲しかったのでメッセしてみました。同じ客参加よろしくお願いします。よかったらお話ししてください。大なり2018年1月25日8時41分。こんにちは、よろしくお願いします。はじめまして、ゆうです。突然失礼します。今でも気が合う友達が欲しくてやってます。欲しい画像の具合を見てみて気が合うと思いメッセしました。音符よかったら仲良くしてください。アステリスクアステリスク、もしも全く仲良くなりたくないよという感じだったらすいません。おうおう、よろしくお願いします。アステリスクアステリスク。両2018年4月14日22時45分はじめまして。春で都内の大学を卒業して社会人になりました。よかったらゆるーくよろしくお願いします。書類2018年4月23日18時58分、なくみさんおはようございます。秋田から上京してきました。
プロフィールを見て結成いたしました。クリエイターをやってます。よろしくお願いします。2018年8月10日12時54分。いろいろお話できればめちゃくちゃ嬉しいです。外出手も暑いですね。もしよかったらお返事くださいね。こんな気温がまだしばらく続くと思うと少し気温が低まりますね。それでも夏には楽しいイベントがたくさんあるので休みまして遊びに行くぞきっと頑張ってますって思います。よかったら仲良くしてください。サフやエナコーヒーも好きなので2018年9月18日19時2分ごめんはじめまして。お返事上行組つながりでメッセージさせていただきました。東京へは就職ですか？よろしくお願いします。ゆうこ2018年10月18日21時48分なぐみさんはじめまして。東京でいろんな友人ができればと思いメッセージさせていただきました。よろしければ仲良くしていただければと思います。お返事待っています。音符ハジ2018年11月18日21時20分ゲーカーなぐみさん、はじめまして。千葉に住んでるハッチーです。仕事で都内に来ていて、都内での友達ができればと思ってメッセージしました。よかったら仲良くしてください。D、はじめまして。2019年1月4日20時13分、東京在住。明けましておめでとうございます。はじめまして。Cと言います。仕事にも慣れ、新しい友達ができればと思いメッセージしました。楽しくお話ができればと思っていました。エクラメーションに良ければ仲良くしてください。お返事待ってます。よろしくお願いします。大阪から東京に来て慣れてきたので新しい友達が何と関係なく欲しいなって思ってますから。プロフィールを見て話がありそうだったのでメッセージ送らせてもらいました。お返事待ってます。2020年3月11日20時39分埼玉県在住の様様と申します。よかったらお話ししませんか？普段出会えない方と新しい人脈を作りたくて始めました。2021年1月19日20時44分。こんにちは。2019年3月27日14時16分。はじめまして。こんにちは。コネカと言います。上京してきて東京の生活にも慣れてきたので新しい友達や知り合いができればと思ってメッセージさせていただきました。楽しくお話できればと思っているのでよかったら仲良くしてください。お返事待ってます。逆三角剣道。2019年6月7日19時26分45分はじめまして。剣道と言います。コミュニティから来ました。社会人になって友人との時間が合いづらくなったのでミクシーを通して気の合う友達や知り合いができればと思ってメッセージしました。楽しくお話できればと思っているのでよかったら仲良くしてください。お返事待ってます。逆三角はスポーツが好きです。2019年7月25日1時58分。はじめまして。サンと言います。アクスクラメーション。東京で友達を作りたいと思ってメッセージを送りました。よかったらやり取りしませんか？著作権起動よろしくお願いします。同じ逆三角。2019年10月24日1時24分はじめまして東京に初めて来ました。よかったら仲良くしてくださいよ。仲良くなりますよ。楽しいこと好きです。ハズレございますよ。2021年サージン音楽でのお酒です。大阪出身です。何歳ですか？お返事待ってます。2020年1月3日13時50分。はじめまして。アステリスクアステリスク。東京在住の中と申します。フォトグラファーをしています。音符アイコン。プロフィールを見ていてよければぜひ仲良くしていただければと思いメッセージを送りました。もしよければ返事をいただけると嬉しいです。アステリスクアステリスク。趣味はよろしくお願いします。サッカー野球です。2022年2月6日13時4分。マイミク追加リクエスト。はじめまして。よかったらマイミク登録よろしくお願いします。